どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、なんと、アラスカ航空のマイルがですね、解約のお知らせということで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、とうとうね、来てしまいました。2022年の12月にですね、アラスカ航空のマイレージプログラムは、解約がね、事前アナウンスされまして、結局ね、来るだろうなと思ってたわけなんですけども、2022年の12月の年末までですね、結局変更はなくてですね、私も変更を予想しておりまして、東京からニューヨークのね、 JAL のファーストクラス利用させていただいたわけなんですけども、結局ね、変更にならなかったんですよね。で、変更にならず、そのままね、年が明けて、今までね、来てたわけなんですけども、なんとね、本日変更になりました。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずね、日本路線でかなりね、有名だった路線ですね。東京からアジア間、最長デリーまでの区間ですね。JAL のエコノミークラスが1万5000マイル、ビジネスクラスが2万5000マイルでね、利用することができてたわけなんですけども、今回のね、解約によって、エコノミークラスが2万5000マイル、ビジネスクラスが5万マイルっていった形になります。こちらね、JAL の片道の特典航空券の必要マイル数っていう風になりますんで、今までですね、ビジネスで利用できてた必要マイル数で、エコノミークラスがね、利用することができるっていった形になりますね。またね、ビジネスクラスに関しては、5万マイルっていう風になりますんで、かなりね、必要マイル数がね、高くなった。以前よりですね、倍になったっていった形になります。で、ここのね、エリアに入ってくるのが、東京からデリー間っていう風になりますんで、シンガポールとかね、クアラルンプールとか、バンコク、ジャカルタ、ここら辺がですね、入ってくるっていった形になります。ここはね、本当にアラスカ航空のね、マイレージプログラムでは、一番のね、スイートスポットっていう風に言われておりましたので、かなりね、残念ですね。で、ちょっとね、これはよくわかんないんですけども、フィリピンのね、マニラ路線のみ、JAL のね、こちらエコノミークラスが 17,500 マイル、ビジネスクラス 35,000 マイルっていう風になっておりまして、ここはね、ちょっと必要マイル数がですね、ちょっと上がってるんですけども、他のね、アジア間のね、区間よりかは少し必要マイル数が下がってるんですよね。ここはね、ちょっとよくわかんないんですけども、一応ね、マニラ路線のみエコノミークラスね、JAL のエコノミークラスですね、17,500 マイル、ビジネス3万5000マイルっていう風になりますんで、ここはね、まだいいのかななんていう風に思いますので、こちらはね、覚えておいていただければなと思います。で、またですね、今回の解約にはですね、キャセイの便はですね、現時点入ってないっていう風になりますんで、東京、香港、キャセイ路線はですね、エコノミークラス 12,500 マイル、ビジネス 22,500 マイルでね、利用することができてたわけなんですけども、こちらに関しては変更になってないっていう風になりますんで、今後もね、こちらは利用することができるっていった形になります。今回ね、変更が発表されまして、まだね、時間が経ってない部分もございますので、こちらね、もしかしたら今後ね、変更になる可能性もね、十分考えられるっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。それでは次に東京から北米路線ですね。こちらもね、必要マイル数がかなりね、上がっております。東京から北米路線ということで、東京からシドニーだったりね、ニューヨークとかね、東京からアメリカ路線ですね。こちらは今までがですね、JAL ビジネスクラス6万マイルで利用することができてたわけなんですけども、8万マイルに引き上げていた形になります。またね、JAL のファーストクラスに関しては、7万マイルで利用することができてたわけなんですけども、今後はね、10万マイルって言った形になります。かなりね、こちらも上がりましたよね。今まではですね、JAL のビジネスクラスね、片道6万、ファースト7万。どちらかというとね、ファーストクラスね、7万マイルでね、しかもネームサーチャージなしでね、利用することができていたっていう風になりますんで、ここはね、めちゃくちゃお得路線だったわけなんですけども、今回ね、ファーストクラス10万マイルっていう風になりますんで、ファーストクラスに関してはですね、10万マイルつきましたけども、こういったマイレージサービスもね、ありますので、現時点でもですね、ネイサーチャージはかからずね、利用することができるっていう風になりますんで、なしまではないかななんていう風に思うんですけども、今までね、7万マイルで利用することができましたので、ちょっとね、残念な部分ではありますよね。ちょっとビジネスクラス8万マイル片道っていうのはね、ちょっと高いですかね。はい。さすがにここはちょっと高いかななんていうふうに思うんですけども、ネームサーチャージがね、今後どうなっていくかによってですね、利用できるかどうかっていうのも、変わってくるのではないのかななんていうふうに思います。
それでは次にですね、今回ね、ほとんどね、解約っていう話なんですけども、その中でもですね、一部ね、朗報、まあ、いいこともね、ありましたということで、今までですね、東京からヨーロッパ間の JAL の特典航空券っていうのは、このアラスカ航空でね、出てこなかったんですけども、ちょっとね、数は少なめなんですけども、出てくるようになりました。東京からヘルシンキがエコノミークラス4万マイル、ビジネスクラス7万マイルということで、こちらもね、結構必要マイル数自体はね、多かったりするんですけども、まあ、サーチャージね、かからなかったりいたしますので、JAL のね、飛行機で行きたいっていう方はいいかもしれないですね。まあ、ここら辺のね、東京からヨーロッパ方面っていうのは、フィンエアのね、エコノミークラスが 32,500 マイルでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、日系の航空会社がね、希望っていう方はですね、こちらもね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、次にですね、なんとね、今回解約の中で、まあ一番の朗報は多分ここじゃないのかななんていうふうに思ってるんですけども、今までですね、このアラスカ航空のマイルっていうのは、東京からハワイ路線の JAL の特典航空券っていうのはヒットしてこなかったんですよね。ですけども、今回の解約によってですね、東京からハワイ路線、JAL のね、エコノミークラスのみにはなるわけなんですけども、利用することがね、できるようになりましたということで、これはね、かなりいいのではないのかなと思います。エコノミークラス限定にはなるんですけども、片道3万5000マイル、プラス初期を57ドルでね、利用することができるっていう風になりますので、まあ、エコノミークラスにはね、なりますけども、先ほどね、ちょっと私ね、調べてみたんですけども、4月いっぱいですね、この JAL のね、ハワイ路線のエコノミークラスね、取り放題っていうぐらい空いておりますので、まあ、今回ですね、必要マイル数ね、多くなって、利用したかった路線がね、利用できなかったっていう方はですね、このね、ハワイ路線ね、利用していただくのもですね、かなりいいのではないのかなと思います。こちらね、燃油サーチャージね、アラスカ航空っていう風になりますんで、かかりませんので、初期を57ドルでね、利用することができるっていう風になりますんで、今回ね、かなり多く解約になったわけなんですけども、まあ、この路線がですね、新規でね、利用することができるようになったっていうのはですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、アラスカ航空解約のお知らせということで動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、まあね、ちょっとね、いろんなスイートスポットがね、今回塞がれてしまった部分ではあるわけなんですけども、解約自体がね、遅くなったっていう感じですかね。本来ね、このくらいの解約がね、2022年の年末にね、来るんじゃないかななんていうふうに予想しておりましたので、まあ3ヶ月ね、猶予があって利用することができたっていう、感じですかね。まあ、正直ね、今までがね、かなりお得すぎたので、まあ、いつかね、塞がれるだろうなっていうふうには思ってきたわけなんですけども、まあ、実際ね、塞がれるってなるとね、結構残念ですよね。まあ、とはいえですね、ハワイ路線のエコノミークラスね、今後利用することができるっていうふうになりますので、まあ、ここはね、燃油サーチャージもかからずね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ここ狙いでね、アラスカ航空のマイルね、利用していただくのはですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。まあ、ちょっとね、先ほどもね、キャセイの時にも言いましたけども、まだね、切り替わったばっかりなので、今後ね、変更になることはね、十分予想できますので、まあ、この点はね、ちょっと覚えておいていただければなと思います。まあ、しばらく経ってね、利用することができれば、多分この東京からハワイ路線もね、ずっと利用できるようになると思うんですけども、まあ、今回ね、サイレントで解約になっておりますんで、事前発表みたいな感じもありませんし、事後発表もないって言った形になりますんで、今回ね、日本路線しかね、私調べておりませんので、もしね、海外路線等々もね、分かったらですね、またね、話したいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile.